はい、で、今日は普通にさっき電卓で計算してるな、いい感じにできてるなと思ったら、そろばんだったんですけど、で、今日やりたいことはな、今日ね、何やりたいかというとさ、これ、何かわかりますか、これ、ジャージャー麺。ジャーメン、ちょっと待って、ジャージャー麺。あ、オッケー。今日はさ、これやりたいなと思って、これなんでやりたいかって言うと、俺がね、あれね、俺にとってね、これね、なんかね、人生をね、変えてくれたね、なんか麺なんですよ。なんでかっていうと、これがね、僕のね、一番最初の食べる動画のね、やつ。さ、今日はこれさ、ちょっとしっかり綺麗に食べて、いきまーす。とりあえず今日買ってきたもんまあ紹介していくんですけど、今日もね、すごいたくさん用意してあるんだよ。すごいね。まずこのね、ジャージャー麺ですね、ジャージャー麺。あれ久しぶりにさ、ちょっと飽きるかもしれない、こういうの。インスタントラーメンとかさ、太る。僕太るから絶対食わないんですけど、こういうの。美味しそう、これ。ニーハオ。あ、ちょ。じゃあ僕さじゃない。じゃあ僕も。準備良くないんでバカじゃないの、普通に。ちょっと僕は最近さ、ちょっと怠けてるからさ、正直。ちょっとね、一発ね、気合入れた方がいいかもしれない。あマジで。今日はもう、今日はもうさ、ラストオーダー過ぎてるね。過ぎてます。過ぎてるね、じゃ、過ぎてますよ。ネイワンぐらいだな。ネイワンぐらいはいいですよ。はいはいはい。そうっすね。またかーい。またかーい。え？何見てんの？なんかさ、どっちも美味しすぎてさ、どっちがさ、料理かわかんないもんね。これなんか、袋か麺なのかっていう。上の人夜のフェンシングでもしてんのかな？あ、取れてる、危な。もうよろしい。すげえよ。間違えて手じゃなくて肩振ってたー。今日見て、これちょっと待ってみて。あ、どうやっちゃった。とりあえず次はね、もうね、駅。見てよ、これすごい美味しそうなんだけど、ちょっと待って、これお母さんになった気持ちで。めっちゃ美味しそうだよね。ちょっと味見していいっすか、これ。え、なんで何も聞こえないの。もう美味しすぎてね、口がね、感じてるもん。いや、めっちゃ美味しそう。間違えた。あと何作るんだっけ。あ、そうだ、今日はこんな感じでさ、食後のデザートっていう感じでさ、プリンも買ってきたからさ、ちょっと盛り付けだけしますわ、これ。ちょっともっこりだけに。見て、できた。あ、こっちだね、間違えた。こっちだよ。うん、方向間違えちゃった、間違えた。まあ、いや、今日はこんな感じでさ、できたからさ、しっかり綺麗に、向こうやって食べていきたいと思います。行ってきます。なんでと、なにこれ。見て、これ、やばくね。めっちゃ美味しそう。すごい美味しそうなんだけど、これ見てよ、こっち。もうなんか、カメラも食べたいのかな、これ。ピントがめちゃめちゃ合いましたからね、今。お腹空いてやばいんすよ。なんでかっていうとさ、わかんない。いただきー、すべれー。ちょ。やべ、忘れもんじゃ。
なんかさ、卵とかさ、乗っけてる人結構いたんだよね、卵。俺の将来の夢演歌歌手なんで、こんな人いるんかっていうぐらいさ、俺音楽聴かなすぎてさ、俺やばいんだよね。なんか本当にわかんないもんね、正直。何か、うん、俺音楽聴かなすぎてさ、多分俺目覚まし時計のが聴いてるぐらい。あ、でもね、わかるあれ。Goodbye! あ、ちなみに。And there is no someone to remind me! っていうやつならわかる。うん。めちゃめちゃ音痴でしょ。踊りめちゃめちゃ上手なんだけどさ、鮭食べた後にすぐご飯食うみたいな感じで。うん、卵かけご飯だ、これ。この平皿に対して結構あるっしょ、これ。絶対食えるぜ。こんな美味しすぎてやばいもん。うん。チェリーコーク飲み出すぎて、めちゃめちゃ買っちゃったら、何十パックも届いちゃって。ちょっとね、アメリカっぽいね、なんか。アメリカから直で来てるっぽい、これ。ならいいね、俺。アメリカかぶれだから。俺は思うんだが、俺さ、俺この動画やり続けてるくせにさ、本当のこと言っちゃうんすけど、めっちゃ食べにくい。なんでさ、普通に考えてさ、俺のここら辺の位置にさ、皿があってさ、こうやって食って食べにくいね。だってさ、お母さんにさ、ご飯の時間やーって、あ、違うか、ご飯の時間やー、あれ違う、ご飯の時間やー、あ、そう、ここら辺にさ、なんか食事出されたらさ、干潮しちゃうよね、お母さんの。なんもない。うん。うん。めちゃめちゃ重たい。うん、あんなな。うん。俺、この動画をやる際にさ、一番最初のあの動画見返したらね、俺。よくあるじゃん、なんかインスタのさ、最近の投稿は見てていいけどさ、前の投稿見たらさ、うわー、恥ずかしい、なんでこれ。みたいなあるじゃん、なんか。あれみたいになっちゃった。前はさ、もう自信がなさすぎてさ、なんか YouTube とかに対してなんか、うん。うん。その時さ、もう自信がなさそうな顔しすぎてさ、今も全然ないんですけど、なんか、もうね、なんか、童貞役とかで出てる AV 男優。あぶねえ。うん。腹いっぱい。うん。まただ。俺なんかさ、味の感想言ってないね、これなんか。どんな味かっていうとね、なんか、ジャージャー麺みたいな味する。ああ、遊びてえな、これ。誰か投げてくんないかな、これ、どっかに。どっかに投げてくれたら俺、持って帰ってくんだけど、すぐ。やばい。もうやばい。見えなくなっちゃったあ。もう無理、もう無理、もう食えない、もう食えません。もう無理っす。もう無理。やべえ、でもこれ食ってからご褒美めっちゃ欲しい。なんかベッドとかに縛られてさ、なんか無知でそこらじ叩かれたりして。間違った。普通の、本当のやつ言っちゃった。間違えた。プレイステーション4でも3でもなんかちょっと買ってほしいですね、誰か。お母さん、明日の朝、
これ食べます。休憩しまーす。